その後の1946年にイギリス占領区域のオスナブリュックからベルリンまでの分割統地区域間を連絡する列車についてソビエト連邦側が命名し、その後、1949年の東西ドイツ分断後、西ベルリンとドイツ連邦共和国間の鉄道交通に関する便宜を図るために運行されていた列車を指す。 公的機関ではドイツ民主共和国側で1954年まで、西ドイツ側でも1960年代の半ばまで、この子を使用していたが、一般的には特に東側で1989年のベルリンの壁崩壊まで、インターツークの故障で通用していた。1949年5月12日ベルリン発の最初の列車1949年9月10日、原則として、 外国人専用とされ、直行する連絡列車は1日1本の運行から、下記の4区間の直通往復運行へと増発された。やがて、ドイツ人に対しても段階的に解放されていった。東側から西側への乗車には、領域通行許可証が必要で、1953年以降は、東ドイツからの乗車には出国許可証も求められるようになった。列車は、 年末や夏の休暇期間などにも増発され、越境駅区間のみ運行される列車も設定されたが、1961年にベルリンの壁の構築によって、国境の出入国管理が厳しくなったことで、列車の運行本数も激減した。主要な列車としては、東ベルリンのフリードリヒ通り駅を始発駅とする、ハンブルク業、ハノーファー系ユケルンディュッセルドルフ業、 フランクフルトアムマイン業、ニュルンベルク経営ミュンヘン業があった。通常同期は、ドイツ国営鉄道の客車を使用し、西ドイツの最初の越境駅までは、DR のディーゼル機関車が牽引している。ただし、日本市やイベントの開催期間等には、例外的に、ドイツ連邦鉄道の車両を使用することもあり、また、フランスやオランダへ直通する夜行列車等では、 アイテクニの車両を並結していた。編成中に連結される食堂車と車内販売はすべてミトローパにより運営されていた。当時の車内検察の様子東ドイツ領域側の最終停車域でほとんどの乗務員と係官のみが下車するが、旅券不携帯であった場合や書類不備等の自由で強制下車させられる場合もある。 西ドイツ領域に入ってから西ドイツ側の乗務員と国境警備隊、税関職員、入国審査官が乗車するが個別にすべての乗客の入国審査を行うことは少なかった。乗車にあたってはすべての乗客、乗務員に旅券の所持が義務付けられていた。ベルリンでの乗車は東ドイツ側からの場合、まずフリードリ・ヒ通り駅での出国審査と 税関で荷物検査を受けてから、西側市民を通行するトランジットゾーンへ移動してから乗車する。西ベルリン市民等も事実上の起点となるフリードリ・ヒドりリ駅から乗車することは可能であるが、トランジットゾーンとはいえ、東ドイツの管轄区域なので好んでこの駅から乗車する乗客は少なかった。フリードリ・ヒドりリ駅出発後、列車は西ベルリン区域を通過するが、ここでは、 フランス、イギリス、アメリカ合衆国の三国連合側による入国管理等は行われない。西ベルリンを越えた最初の東ドイツ側の駅で停車し、国境警備隊並びに入国審査官が乗車し、東ドイツ領域を通過中に旅券の核税関も同乗するが、通過中に東ドイツ地域内へ影響を与えるような荷物、金銭の数がない限り、原則として、 税関検査は行われない。社内での生産及び食堂車、社内販売での代金支払いについては、西側の通貨で行われる。東ドイツ市民に関しても、出国以前に、規定内での西ドイツマルクへの両替が可能なので、原則として、西ドイツマルクでの支払いを求められることがほとんどで、あった。東ドイツ側の国境駅エビスフェルで。ありがとうございます。